にもお願い配信開始します。シャープイモスタンプライブアット。お弁当ね。シャープ芋スタンプライブアット。一回ちょっと失敗したんですけど、まあまあうまくいきましたよ。でね、お弁当用の卵の焼きやつがね、うち2種類あって、お弁当用と普通用があって、間違えて最初ね、卵1個なのに、でかい方でやっちゃって、負けなかったんで、やり直しをして、ちっちゃい方で。作ってそれで入れましたよ。なんもね、良かったんじゃないですか。メイメイメイマックス。はい。こんばんは。こんばんは。今日は猫ですか。はい。シャープイモスタンプライブアット。はい。アニマルくん。いらっしゃいませ。今度つは。今度つは。今日は今日 W シャープイモスタンプライブアット。マイマイマイマックスさん、こんばんは。今日は猫でーす。今日は今日はヒョウじゃなくて今日は猫、猫さんです。例のごとくね、この前のスタンプカーニバルで売れてしまったものを今作っております。でね、最近良いもんが結構お弁当グッズであってね、こうシリコンでできてるね入れ物とかいろいろあったんですけど、うちね今回ねそういうのも買ったんですけど使わないって、使ったのはね、本当に串っていうの、こう用事じゃなくてこうスティック刺したりするやつなんですけど、それがね、ちょっと今絵描きますね。ここにね、こういう風になってて、2つくっついてて、ここが刺すとこがついてるんですけど、ここはね、葉っぱがついてて、ここにね、ね、プチトマトとかつけると、チェリーみたく見えるっていう、そういうグッズを買いまして、入れたら、案の定お友達が、ちょっと、うちの息子ちゃんの友達が、あ、さくらんぼとか言ってたらしいです。そんなのとか入れてみましたね。私はね、キャラ弁とか作れるんですけどね。今回そういうごまかしをしました。シャープにもスタンプライブアット。いらっしゃいませ。今弁当作りましたがね、お休みしましたよ。
結局昨日は寝れずに、徹夜のまま弁当作りをしましたね。昨日じゃない、今日。イオンで売ってましたよ。リンゴのウサギやタコサウレイナーシャープイモスタンプライブ、リンゴは入れないでくれって言われて、タコさんウインナーにしないで普通のウインナー入れてくれって言われましたね。でね、今のさっきのスティックは1個のやつなんですよ。今さっきも二股に分かれてましたけど、二股に分かれてないやつもあって、それだとねリンゴに見えますね。プチリンゴみたいな、姫リンゴみたいな感じの、結構かわいいですよ。でね、何回もね、使えるんで。ママのトゥッティ、深夜に意表をついて配信してもらいたかった。あの時間にだって配信し始めたらビート作れないの。時間からは無理ですね。してます。タコさんの赤いウィンナーじゃなくてカールレーモンのブルストじゃなきゃ嫌だからと、贅沢さんが W シャープリもスタンプライブアト、かわいい。うさぎさんとネッコさん、モフモフだね。カールレー何わかんない。赤いウィンナーそんなにね最近売ってないんですよね。赤いウインナーのやつちょっと高いんで、普通の安売りの皮ありウインナーのやつを買いますね。でね、リクエストがあって、今回は、ウインナーと、卵焼きと、プチトマト3つと、あと、チキチキボーンと、何だったっけな。ほうれん草のベーコン炒めみたいなやつ。それ入れてくれというね、縦のご希望がありまして、それを作りましたね。きんぴらさんは、今回はいらないって言われましたね。で、おにぎりは2つがいい。しかもおにぎりは、混ぜ混ぜ系のやつを入れていく。今日は猫なのね。そうですよ。シャープ、イモ、スタンプライブアット。こんにちは。猫です。例のごとくね、売れてしまった分を今作っております。いや、かわいいね、猫さん。この子はずいぶん丸い顔してる、かわいいね。しましたが、結局のところ私朝まで起きてホリホリしておりました。で、
めちゃうんって感じですけど。そういえばね、今日ね、コンビニに行きまして、こんなものをゲットしてきました。よっ。取れるかな？これ。見える？ボケてるかな？これ、知ってますか？わかりますかね？これ。ちなみに今これマイクロスコープさんなので超ちっちゃいと思ってくださいね。さあ開けてみましょうか。ちょ開けてないんですよ。これ55。うちの猫じゃないけど全然逃げないの。うん、あそうなの、ね。シャープイモスタンプライブアット。よくライバーアスト。私も昨晩は音響チェックで。一人騒いでおりました。知る。タイムライン面白かった。よくライバーアスト、ちいちゃん、シャープイボスタンプライブアット。ねえ、これコーヒーのタリーズコーヒーのエスプレッソ微糖。これね、こういうやつ、こういうのがね、どこだったかな、売ってたんですよ。セブンイレブンだ。ね、これにね、こうやってくっついてたの。で、ね、スタンプがくっついてますよ。でね、全6種類あって、見える？全6種類。ちょっとボケてますけどね、今ちょっとこれ、ピントがあの、ハンコの位置に合わせてあるんで。ね、うん、でね、ほら、見えるかな？ちょっとボケてますけどね。に大橋さんのスタンプがこうくっついてるわけですよ。ちょっと開けてみますね。もうこれこんなです。こんなちっちゃいサイズのものですね。で、これのデザインがこんだけあるらしい。私はこの中の4番を買ってきました。開けてみる。中身にエロイとオムリモシャープイモスタンプライブアット。これね、これちょっとスタンプしてみるね。これどんなんかなと思うから。でもインクが内蔵されてるやつなので、でね、すぐ乾く、水に強いと書いてありますね。インクは何に使ってるのかな、ちょっとわかんないですけど、開けてみましょう。こんな感じね。蓋を開けると、大橋さん、ヘッドヘッドアットマークにも、はい、こんばんは。こんばんは。シャープティモスタンプライブアット。大橋さん、あ、かわいいじゃん大橋さん。こんな感じのハンコが今くっついてくるみたいです。缶ジュースです。これはね、私のちょっとコレクションにキープでございます。ドリンク、5回から10回程度しかハンコを押せないんだね。アニマルくん、非売品なんだね。そうそう、非売品っていうか、これ買うとかっついてくるよ。5回から10回ぐらいしか押せないから、まあね、こう飾っとくにはいいかなみたいな。
というわけで私はこのコーヒー飲む。でこれを作ります。微糖だけど甘い。ベアも可愛いんだけど、大橋にはミハミされてみたい。ハミハミされてみたい。ねえ、ハミハミされてみたいよね。今日痛そうなんだけど、大橋さん。5回から10回程度ですだそうです。その後も果たして自分の持ち手に貼り付ける、シャープにもスタンプライブアット連続に5回から10回しかできないんだって。動物スタンプは田梨の川名さんが老舗ですね。そう、最近偽物の邪悪な箱屋とか出てきましたが、 W シャープにもスタンプライブアット、多分そのお店見たことあるんですけど、私と多分感じが違うかな。動物スタンプさんね。消しゴムスタンプでも作ってる方いますよね、動物系はね。されてみたい、大橋さんに。私ペリカンさんにもちょっとハミハミされてみたいかな。ちょっとさ、ハミハミされてみたいな。猫さん、にゃー。グレー55、ハミハミさんにされてみたいですよ、ハミハミ。
スタンプライブアット。ワイルドシーさんのさ、イラストで彫ってあげるよ、そしたら。アットマークネットヘッドハイ。グッドモーニング。ユーリアリーバード。シャープイモ、スタンプライブアット。YOC さんが白黒でデザインしたものを彫れますよ。自分の名前入りとかでも彫れるし。よいしょ。ネットヘッド、アットマーク、チー、明日月曜日から金曜日まで5時に目が覚めた。よー、マンディスルームフライデー、アイウォークアップアット5時、シャープ、リモート、5時に目が覚めた。スタンプライブアット。ペアオキさんですね。チー、明日、アットマークリモ。はいよ。はかなり違うかと、うん、シャープ、リモ、スタンプライブアット。多分確か線がこう線画に近いライバー、アシトやっちゃったかな。何を彫ってもらおうかな。ロゴマークを今考え中なので、それにしようかな、うん、線でも彫れるし、スタンプライブアット。原稿もらえればその大きさで、そのサイ、そのサイ、その大きさで彫れるか、縮小しなくていい形で送ってもらってもいいし。そう、私クアナさんを知ったのが、私が自分で掘る前に知ってたんで、私もねオーダーしようかなと思ったんだよね。私も掘る前はしっかり知ってから。ジスマークとか掘ってもらおうかな。ほんとけどジスマークでもジスって掘らないよ多分私のことだから。こっちは偽物、あんなし好きな雰囲気じゃないだ。 W シャープ、リモ、スタンプライブアット。そう、このねカーナさんのスタンプ私知ってるんだよね多分。そうそう、知ってる知ってる。可愛いんだよねここのね。もう10周年になるんですね。法人になってから。こっちは偽物、あんまし好きなない雰囲気。邪悪な。なんこれ。死に物狂い。微妙。これはこれでこう売ってるんでしょうけど、これだったら私200円とかで作れるな。やすひとくん、ごはんパンピ、シャープ、いも、スタンプライブアット。200円とは言わないか、500円くらいで作るか。このくらいだったら TRS ファン2オチアットマークリモルイングスタンプカービング、わーい、わーい、シャープ、いも、スタンプライブアット。アスト、偽物見たことあるけれど私も好きじゃないな、うん、シャープ、イモ、スタンプライブアット。あれだったら自分で消しゴムスタンプで作れる。ママのルッキ、オンちゃんを掘ってもらいたいな。オンちゃん、シャープ、イモ、スタンプライブアット。こんばんぴ。ネットヘッド、アットマーク、スティチュープロジェクト、グッドイブニング、こんばんは。シャープ、イモ、
スタンプライブアト。じゃあ、おんちゃんを掘るには、それで ATB から許可取ってください。そしたら掘れますよ。自分用に掘るんだったらおんちゃん掘り言うだけどね。けど、門外不出にしなきゃいけなくなるからね。治ったかな？なんかブーって言っててびっくりした。治ったかしら？なんかいきなりねブーってなりましたね。再起動します。シャープイボスタンプライブアットレディオカストと、iTunes 一回落としましたね。船何船ってヤス君、何船って。たまにね、なんか音がおかしくなったりとかするんですけどね。それを再起動したら治った。私がハンコを作ってなかったらさっきのヤス、ヒト、クン、ブを言ってたから船のクラクションが聞こえましたよ。あのね、多分ねクラッシュがクラッシュしました。っていうかちょっと調子が悪くなったんで。治ったでしょ？大丈夫大丈夫。ゴーって言ったね。ちょっと私もビビったよ。
自分がスタンプ掘ってなかったら注文してるな、いろんなところに。私はね、推し、前から言ってますけど、推し線じゃないんですけど、集めるのが好きなので、まあ、集めるの好きなんですけど、最近はね、掘る方ばっかりで。何もしてないんですけどね。メールアイド、今日寒い。あさって名古屋行くのに微妙に困る。名古屋初めて。今日はね、関東は暖かかったです。ただ今ね、すごい寒いですね。寒くなる。最小サイズはどれくらいまで取れるの？最小サイズはね、ちょっと待って。最小はね、もっとちっちゃいのがこれ。スタンプライブアット。どのくらいかな、天地2ミリくらいまでは全然掘れる。天地が2ミリくらいは掘れるかな。一番ちっちゃいの今出してくる。ちょっと待ってね。難しくなってくるので、まあ物によってなんですよね。裏の刻印は焼き入れてるの？どれ？シャープ芋スタンプライブアット。これは焼き入れてないですよ。これはね、スタンプをしてるんですね。エスプレッソっていつも使ってるインクをして、で、マットのニスを塗ってます。塗ってるというか吹いてるというか、まあ、カッターの刃が入る程度までは掘れるな。焼き印みたいに見えるけど焼き印じゃないですよ。1ミリはちょっと無理かな。頑張っても、まあ、それで2ミリ、3ミリくらいまでは取れるかな。2ミリ、3ミリっていうと、そうね、2ミリ、3ミリだったら、この程度だったら取れる。うん。ただ、カタカナと、ローマ字かな、くらいまでかな。ひらがなになっても、あーとかは掘れないので、そこまでって多分。複雑な文字になってくると掘れなくなってくるね。複雑になると、やっぱり、潰れちゃうので。インクが乗っても見れなくなっちゃうんだよね。
ありがとうです。現状を制作するときは参考にします。はい。文字じゃなければ、ちょっと細かくても大丈夫かな。文字だと、判別しにくかったりとかしてきちゃうんで。ですよ。シャープ芋スタンプライブアート。関東はね、昼間めちゃくちゃ暑かったでしょ。今はね、寒くなってますけどね、風が強くて、今。昼間はね、風あんまりなかったんですけど。S を使ってる方ありますかね。充電器、エネループって使えるの？なんかツイートでエネループ使えないかったっていう人がいたんですけど、使えるのかしら？近々ちょっとね、一択をするところの、菅島のお店に行ってるのって、いけないのね。で、なんかさっきのカメラに私当たってるね。くるくる動いてますよね。ね、顔、ほっぺたのすぐ横にね、カメラがあるんだけど。映り込んでるかもしれない。iPhone4S に Nloop KBCL2A を接続したらちゃんと充電してますね。大丈夫なん
ね。実は夢ループで充電できない理由の一つに接続端子が漏れているというのがあります。その可能性高いですね。じゃあね、そうだから夢ループで充電できないのかしらと思っちゃって。じゃあその方の多分端子が汚れてるんですね。よかった。うちはね iPhone でノループなんで問題なく使ってるし、しかもコード充電用のコードはセリアで買ったコードなんで、ダメになったらすぐ買い替えるこういうやつっていうのを使ってますね。私が近いのね。やすひとくん、熊本から北海道へ。シャープイボ、これから行くの？まあ、さて、カイバーさん寒いかもよ、名古屋。あったかい格好持ってった方がいいかも。それでよ、大阪で降りて大阪でモンモンマンとこ会いに行ってきたら、ちょっと先までちょっと足を伸ばして、関東に来る？ちょっと食べてみたいよね。このところ市町村は例えば京都とかね、名古屋とかね、そういうところはいろんなお土産物とかあるけど、埼玉はなんとなく地味だから見るところもあんまりないし、憧れるな。観光スポットがすごく少ない埼玉。
一番もしかしたら観光スポットがないのかもね、埼玉ね。はい、今日は隣に彼女がいるよ。いいねースタンプライブ&ラブラブじゃない。いいねー。彼女さんこんばんは。よいしょ。じゃあ猫さん放ってみましょう。いいね、みんなラブラブで。みんななんかいいな、リア充は。ほらですね。秋なのに暑いね。寝てるのか。おお、よきのかなり寝てるのね。寝込みを襲っちゃダメ。美味しいの？美味しいかな。ねえ、美味しいのかどうか私もよくわかんない。募集してどうすんじゃってな、私の場合は。イチャコラって美味しいのかな、どうなのかな。何味なんだろうね、イチャコラってね。
ティチュープロジェクト、憧れのスノーからイチェコの W シャープリモ、ね、スタンプライブアット、いいですなイチェコだな。猫に襲っちゃいかんよ。アニマルくんじゃないわ。ヤスくんでした。失礼。怒られるがな。あ、起きた。なんでや。壊れたんかいな。人くん、あ、起きた。おはよう。スタンプライブアット。彼女ちゃんおはよう。車ね、うん、お疲れモードですな。うっぐいくたべてんね。いいな、足の投げ出し加減がいいね。よっぽど遊び疲れたのかしらね。
今あれ、あれですね、ヤス君はどこまで行ってるところですか、ね、スケジュープロジェクト。じゃあ帰っていいですか、遠いね。帰っていいですな、スタンプライブ、いいですな、本当にいいですな。彼女連れで北海道なんじゃないか。してから旅行らしい旅行ってあんまり行ってないもんね、やっぱり。実家に帰るのがもう旅行になっちゃってて、それだけを目的っていうか、そのなんだ、旅行を目的にした旅行っていうのがないね。した当時はうちの母、親とかとね、なんか旅行に行ったりとかってありましたけど、私はよくね、スキー場に行くのに徹夜で、車をみんなで交代してっていうのがありましたよね。おじさん連れだったみたいですけど、トイレ休憩ですね。お疲れ様です。私は本当にスキー行ったりとかさ、なんかちょっとどっかにキャンプ行ったりとかしましたけど、うちのね、旦那ちゃんがあんまりそういうのもやらない人なんで、あれだね、やっぱり、男の人がそういうのが好きじゃないと行かないっすね。前の彼氏とかが好きだったんでよく行ってましたけど。風邪じゃないの？大丈夫？今風邪ひいたら彼女にうつるよ。なんかだけど今日東京のニュースでやったんですけど、東京のね、小学校じゃないとかだったかな、中学だったかな、小学校。でもインフルエンザで学級閉鎖、学級閉鎖じゃない、学年閉鎖ですって。今年早いよね。もう明日からね、3日間学年閉鎖と言って、ニュースでやってましたよ。
ローボードの季節になってほしいな。ドライブシャープ芋スタンプライブアット。スノーボードやるんですね、浜野さんはね。私はスノーボードやるんですね。インフルエンザの予防接種昨日行ってきました。 W シャープ芋スタンプライブアット。うちどうしよう、昨日しなかったんだよね。今年どうしようかな。あの大人は1回でいいんですけど、子供2回なんですよね。でね、前にはね、毎回毎回打ってたんですけど、うちのね、息子ちゃんが意外とね、健康有料児なのか知らないんですけど、熱出ないし、風邪ひいても鼻風邪ぐらいで終わるし、なので、どうしようかな。超健康有料児なのね。身長が低くてちっちゃいんですけど、行きつけの病院がないんですよ、あの人。まあね、どうしようかね。よくあのバカは風邪ひかないって言いますけどね。今はもう秋ですけど、あの夏風邪はバカがひくっていうのもありますからね。どっちやねんっていう。うちのあれでね、息子ちゃんもおバカちゃんだから多分ちょっと引かないんだな。今インフルエンザっていくらですか？あの大人も一緒なのかな、大人と子供いくらなんですかね、インフルエンザの注射って。佐藤さんいくらでした、インフルエンザの予防接種。なんでシーサー？スタンプライブアット。スケジュープロジェクト。お子さんの場合、1回の接種後、4週空けて打つので、流行の前に終わらせたい感じですよね。そうそう。テレビで流行してますと言い出すと、途端に病院が混むんだ。シャープ2も、スタンプライブアット。けどね、映ってこないから、もったいねっちゃうみたいな。だね、11月中にとりあえず打っときたいですよね、普通だったら。それはね、打ちはぐれました。皆さん打ってんですかね、インフルエンザ。安人くん、彼女と運転変わりまするね。お、シャープ2号スタンプライブアット。気をつけてくださいね。こまめに休憩取っていきましょうね。かなってだんだん探さなきゃいけないな。
ぱり混んでましたかね。浜のチュッキ、練馬の病院で3000円でしたよ。みんな3000円くらいですか。シャープイボスタンプライブアット。そっか、3000円で、うちの場合は私でしょ、息子でしょ、パパ旦那さんでしょ、だから9000円でしょ。そこでで、うち息子ちゃんが2回なんでちえとか口の周辺、多分空見ですね。大変だなぁと思う。うち子供一人なんでまだいいですけど、子供がね3人とか4人とかになって、しかもあの大きいお子さんならまだいいんですけど、ちっちゃいお子さんがいると、別に泣き叫ぶじゃないんですけど、それもあるから行くの大変だよね。最初の頃とか、ね、原価500円しないんだけどね、ラブジそうなんだよね、ワクチンね、スタンプライブしないんだけどね、今日なんか高いんだよね。でね、やっぱいい値になってて、3000円とかいうところとか3500円とかいうところとか、その病院によって値段が違うのね。ないの今。小学校はないんですよ。昔はほら、毎年毎年ね、なんか予防接種とかやって、みんなでこう集団接種ってあったじゃないですか。で、痛かった？ね、痛かった？どうだった？っていうのあったじゃないですか。あれがないんですよ。回し打ちっていうのが昔あったので、それで B 型肝炎とかなんだとかっていうのになったでしょだからね、集団で打つっていうのがなくなったんですね、学校で。昔は何でも学校でしたからね学校で今あるのはね、何だろう、まあ身体検査、体重とか身長とか測るの、あとはあと何があったかな、あとまあ凝虫検査とか、尿検査とか検便とかそういうのもありますけど、注射はないですね今ね。昔はね、普通にありましたけどね、法医さんが来てやってくれたり。で、集団接種っていうのは、ちっちゃい時ね、もっと赤ちゃんの時に三種混合とかそういうのはあったかな。一回ね、うちの時は3種混合だったんですけど、2種混合になってね。そうなんだ。そう。大胆。痛かった？というあれが楽しかったのにな。そう、あれない、ね。シャープ、イモ、スタンプライズアート。痛かった？どうだった？痛くていいよ？とか言ってるやつね。アットマークよく、ダイバー、アスト、一時期、予防
大選手で副作用が出たり、集団選手の針の使い回し問題が出て、今は各自でといった感じです。シャープイモスタンプライブアット浜のルッティ針のいっぱいあるやつなんだっけ。BC2 かな。 W シャープイモスタンプライブアット結局のやつじゃない ?BCG。生ワクチンをね、腕に刺すんですよね。確か。あれはね、集団で、市町村のそういう保健センターみたいなとこ行って、やりますね。確か。違ったかな。確かそうだったと思うんだけど。CCB じゃなくて BCG。そうそう BCG。シャープイモスタンプライブアット。CCB よね。そう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 。あの髪の毛ね。ピンクのおじちゃんね。それ打ったらですね。ドラム叩かないといけないね。BCC じゃない。ECC でもない。で反応確かBCG は打って反応が強く出たりとかするなんかなったりするので、あともう一回ね、測るかなんかするね。スケジュープロジェクト。どんなに年齢を隠していても、二の腕を見れば分かってしまう。そうそうそう。なんていうのもありましたね。あれ何でしたっけ？スタンプライブアット。浜のルッティ。アットマークスケジュープロジェクト。それはロマンチックが止まらない時に打つので、ね、W シャープリボ。人っていうのだっけ？私ありますよ。あの右手、右手ね。UCC かもしれん。惜しいね。あの、右腕見ると、分かっちゃうよね。あれ、何歳まであるんだろう？あれも多分生ワクチンだよね。うちの妹と変わったかな。スケジュープロジェクト CGC は牛乳を安く買いたいときにシャープイモスタンプライブアット。脳症にならないようにするんだけどっていうのね、素敵な、打てないやつが一時期あって、あ、そうだ、もううちの息子ちゃん来年打てるのがあるんだな。打ってこなくちゃ。お誕生日来たら。接種ってその年その年でいろいろ変わるので、でうちの息子は三種混合ってことは1976年以降行われていないんだそうです。そうなんですね。ということはシャープイモということはスタンプライブアット、まあ、リモさんがあるよ普通に。今ね、
親任せのところがあって、集団接種やりますぜって言っても、ね、うちは嫌ですって言うと行かない人がいるのね。子供に針を打ちたくないとか、あと、そういうワクチンを体の中に入れたくないとか、いろいろあるので、その人の考え方とかいろいろあって、だからね、意外とね、その予防接種受けてない人いるんだよね。子供に受けさせてないっていう人が。うちはね、ほとんどもう受けちゃってるんですけど、うちの息子ちゃんは。残るのは BCG のスタンプ注射と手刀がありますね。そう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 。手刀は年代によって1つだったり2つだったりする。うちはね、私はね1個スタンプライブアット1個だと思います。ダイバーアストということなのか。シャープ2もスタンプライブアット2つの人いるの？わかんないけど、親がね、例えば、うちの子供にはそのいろんなその予防接種を受けさせたくないっていう親だったりするとするじゃないですか。そうすると今度集団生活、学校とかになった時にその子が発症する場合があったら、ちゃんとまあね、注射してても、発症するので蔓延しちゃう可能性があるんですよね。そういう子たちがいっぱいいると。やすひどくんずですよ。シャープイモスタンプライブアット。つですよ。今つなんです。ダイバーアスト。二つ。ペチ。一つ。シャープイモスタンプライブアット。2つの人いるのね。私1つ。ママのトゥッティ、あと残ってないな。え、シャープ、ママのさんはじゃあやってないんじゃないの？私2つじゃないの。私1つ。多分。わかんない。見れないとわかんないですけど。ジュクジュクが綺麗にいかなかったりすると汚く残ってしまうね、人はね。うちはね、水疱瘡も注射しちゃったんで、水疱瘡にかかってるかどうかわかんないね。で、あと、なんだっけ、はしか？はしかもね、注射しちゃったんですよ、うちの息子ちゃん。だからね、はしかもね、映ったんだか映ってないんだか、ちゃんと定着してんのかわかんないですよね。でね、そのうちね、調べに行ってこないとと思って。やす、ひど、くん。僕も二つですよ。お。シャープ、イモ、スタンプライブアット。メイメイメイマックス。はい。RW77 年生まれ。お。シャープ、イモ、スタンプライブアット。そうなんですね。時期に77年生まれ。77年生まれ。あ、ってことは、行われてない人だ。ちょっと、じゃあ、ってことは、その、跡が残ってない人ですね。いいの。
ためにあれしたんだろうね。私よくわかんないんですけど。それがないの。だから昔さ、あれじゃないですか、あの芸能人、水泳大会系の人みんなあるんですよ。あれに出てた人だよね。何でしたっけ、名前が出てこない。カエとかその蚊とかが媒介するの。あれが確かね、予防接種で脳症になった子がいて、一回ね接種がねできなくなったね。うちの息子ちゃんが生まれた時はあったんだけど、その接種年齢になった時に亡くなっちゃって受けられなかったもんね。それが、やっとこう、新しく、ワクチンができたので、今度の、お誕生日来てからかな？は、なんか、第2期が受けられるっていう、楽しさだったかな。だから、打たなきゃいけないね。関西の方に行くはね、なるべく打ちましょうっていうのがあるので、うち、毎年ね、2回は関西に行きますので、打たさないとね、いけないね。ね、あのお方はね、健康なのに注射打ちに行く場所だと、病院を思っているので、病院恐怖症になってますね。調子が悪いのに行くことってまずないので、豚とかが感染してそれを蚊が媒介をして人間にうつるやつなのね。何だったっけな、予防接種最近また復活したやつなんだっけ、忘れた。何だったっけね、予防接種今出てこないんだけど、
だったっけね。あ、日本農園。ベイベイベイマックス。日本農園。そう。日本農園だね。そう、一回ね。宇宙プロジェクト。日本農園。そう。そうなの、ね、そうそう。日本農園はね、一度ね。日本農園。そうそう、皆さんありがとうございます。スタンプライブアット。そう、今、検索でしたら出てきた。日本農園で、子供がね、うちの子今今度9歳になるんですけど、生まれた時はあったんですよ。で、さて打とうかなっていう時になってなくなっちゃったよね。打った子が脳症になっちゃったり、ちょっといろいろあったみたいで、なんか一人か二人そんなのが出たんで、で、日本農園のその、やつを打つのやめますっていう風になって、あとは自由意志で受けるんだったら受ける、受けないんだったら受けないみたいな感じで、医療機関で打てなくなったあんまりね。だけど、なんかワクチンの新しいのができたらしくて、ほとんどから打てるんですけど、それも自由、ね、自由意志というか、全員が打たないやつというか、自分でね、選択するやつになって、ね、それをね、今度打たないといけない。スケジュープロジェクト。夜中に3人で一斉に法廷で宣病名をつぶやく USD。シャープ、イモ、スタンプライブアット。そう。私へと会いますと書いてあった。シャープ、疑問、スタンプライブアット。あとありますって言ってた。関西エリアに行く子はね、受けた方がいいとかっていう風なことなんですね。日本のね。じゃあ関西方面というか、南の方に行く人で、しかも、うちの旦那ちゃんの実家の近所は、ふれあい牧場というところがあったり、超田舎なので、必ず豚がいるんですよ。だからね、受けとかないとね、いけないかなと思って。でね、そのふれあい牧場ね、ちょっと前まで、っていうか、うちの息子がちっちゃい時は、牛とか馬とか豚とかなんかいっぱいいたのね。でそこでね、牛肉が食べられたりしてたのね。そういうお肉を食べられる場所があって、でね、今それがなくなってですね、なぜかその建物の中に猫ちゃんいっぱいいるらしいです。猫牧場になってるらしい。来たんですよ。私は行かなかったんですけど、うちの息子と旦那ちゃんが行ってたんですけど、じゃあね、本当に猫に囲まれてましたね。写真撮ってきたら。でね、田舎なんでやっぱりね、農家とかそういうのがいっぱいあるんで、豚ちゃんはね、必ずいるのね。
接種、子どもの予防接種、大人も大変だけど子どももすごく大変、連れてくるのも大変だし、うちは一人だからいいけど、一緒のね、月齢ので集団で接種したりするときに会った人で、三つ子ちゃん連れてきてた人は大変そうだったよ。接種するのにもそうだし、あと、ね、体重とかそういうの測ったりとか、そういうのとか、医療相談みたいな時でも一緒になったりしたんですけど、必ず家族総出てきてますよ。でしょ。面白いのは、小児科でも大人が受けられるって知ってます？インフルエンザって、この注射ね、大人でも受けられるんですよ。だからうちは今まで小児科で受けてますよね。家族3人とも。プロジェクト、ふいふい、今の BCG ってあと残らないの？残る残る。今の BCG も針の跡というか、プツプツ、何箇所だっけ、6箇所9箇所プツプツしてるのが残りますよ。2回打つんですけど、2回ともこう残りますね。第1期と第2期って言って間開けて打つんですけど、両方とも残りますよ。ただ、さっきの、なんだっけ、何年、なんだっけ、なんとか、首都だっけ。あれみたいに、ぼっこりこう、ここですみたいな残り方はしないかな。けど、ポツポツしてますよ。目立たない程度になっていくな。私たちもそれ受けたんだと思うんだけどね。彼女のお姉ちゃんの子供さんはゴゴちゃんですよ。手伝いしてるよ。お？シャープイモスタンプライブアート。彼女のお姉ちゃんの子供さんはごちゃんですよ。浜の手伝いしてるよ。1964年以降に受けた人は細かい跡しか残らないと書いてあります。
64年以降私なんか残ってない感じなんですけど、うちの息子ちゃん残ってますね。まだ頑張って大人になったらなくなるのかな。そうしたらしてるの彼女のお姉ちゃんのことも。へえ、偉いね。すごい偉いじゃないですか、5歳で。本当にね、小学校でそういうインフルエンザとかは集団接種してくれると楽だなってね。どうせみんなほら移っちゃって学級閉鎖とかになっちゃうんだから、全部でね移らないように予防接種してくれますね。今いろんな予防接種があるみたいですね。お年になった人、65歳以上になると、これ打った方がいいですよみたいな、予防接種みたいなのがあるみたいですけどね。何だったっけな、肺炎球菌の予防接種っていうのがあって、それはなんか65歳以上は打った方がいいですよみたいな。CM この前やってましたよね。あと結核を受けてない人がいるでしょう。あの集団から外れちゃった時に多分打ってない人がいるんですね。今の若い人は多分打ってない人が結構いるんじゃないかな。結核になるとね、隔離されちゃうんで、じゃあおじさんが僕になってもういい年になってからね、なんか隔離されてましたけど、うちの父方の方のお姉さんと弟さんも今両方とも亡くなりになっちゃってる方なんですけど、その二人は多分確か結核で入院したんだよね、若い時に。そうね、5歳だとバタバタやるからね。あ、そう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 、針が細くなったのもあります。注射針そのものが細くなった。あ、じゃあ私入ってるやん。
故だ。また事故、事故、事故見た。っていうか事故渋滞に巻き込まれたのかしら。大丈夫ですか？そう、針がね、すごい細くなるっていう話は聞きましたね。だからあんまり痛くなくなるとかいう。でも多分ね、あのさっきのスタンプの、スタンプのやつ、BCG のやつも針が細くなったんだと思うね。なんか事故って言ってるよ。スタンプライブアット。この間もね、事故を見たのね。目の前で事故られたみたいで。安くもね。やっぱ長距離走るから事故を見る機会が多いね。事故にこう、関わるっていうか。今回は自己渋滞に巻き込まれたの。渋滞なぁをやったらそうか。渋滞ねぇ、そうか。スタンプライブアット。そこから下降りていったらどうなの？毎日高速走ってるとほぼ毎日事故に出会うよね。そうね。シャープにも、スタンプライブアット。いろんなスタからどっかではこう自己渋滞に巻き込まれるよね。自然渋滞な、今日自然渋滞はそこでみずほの、情報に、情報の本当に行くときに、あ、帰りだ、あの飲料がないって言っても、じゃあしょうがないからもう一回戻って情報で入れようなんつってたら、すっごい渋滞巻き込まれましたね。燃料はなくなるかと思いましたけどね、大丈夫でした。この時期一般道はなぜか工事が多い。なんで？でもうちの近所が工事が多いってこと？ベトナムに行った時は必ず1回は事故見る。そうなの？ベトナムってそんな事故率高いの？ママのルッティン34歳女性は左腕に2箇所だんだん薄くなってるそうです。そうなんですね。スタンプライブアット。やす、ひど、くん。はい。運転席がぐちゃぐちゃだ。シャープイモ、スタンプライブアット。運転席ぐちゃぐちゃ？それは、単独？それとも誰かが一、あの、2台とか3台とか。運転席ぐちゃぐちゃ？もう警察来てるのかしら？現在地はどこら辺なんでしょうね。もう警察来てる感じ。アウト119便、こんばんは。こんばんは。今日はお注射の話ですか？そうそう、予防接種。ワクチン国主導で緊急輸入を知事が提案。シャープにもスタンプライブアット。すみません、そう、今注射の話。何？どこ？どこどこ？シャープ疑問、スタンプライブアット。注射の話ですか？ポリオワクチン。そうそう、ポリオね。ひどくん、玉突き事故だ。玉突きか。活性化ワクチン。そう、活性化ワクチンだったから、ポリオ。今までね、生ワクチンだったんだよね。そう、今までね、生ワクチン使ってるとこなんてそんなになかったんだよね。だからなんで生ワクチン使ってんのって。玉突き事故だし、そうですよ。ヤス君今どこですか？どこら辺走ってるの？
イタリアもね、あの2車線が3車線になって走ってますからね。東京ナウ。中央高速とかでしょ。ワクチンじゃなくて、赤地下ワクチンね。うん。そうそうそう。生ワクチン今まで使ってたんで、問題がいろいろあったんですけどね。ビジュプロジェクト。ポリオは生ワクチン投与なのですが、あれで家族が感染してしまうことがあるんですってね。そう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 。いや、一か八かなんです。ポリオのそれはね。だからポリオ受けないとか言ってる人もいるし。それで逆にね、脳性麻痺だとか、いろいろ問題になったりとかするので、高熱が出たとかね。だから、不活性化ワクチンは今、海外で主流になってるんですけど、なぜかね、日本の場合は生ワクチンだったので。エロイド、インフルエンザワクチンは何ヶ月でいける？やっとかないとな。インフルエンザワクチンはとりあえずワンシーズンは OK ですね。シャープイモスタンプライブアット。そうか、中央高速らしいですよ。中央高速今玉突き事故ですね。皆さん気をつけください。渋滞どのプランだっけ今ね。インフルエンザワクチンは今から受けておけば3月くらいまで OK だと思います。3月4月くらいまで。で、インフルエンザも1か8かなんだけど、流行るものと流行らないものがあって、多分これじゃねっていうやつをセレクトしてインフルエンザのワクチンとして入れてるので、例えば A 型とか A 型が流行るなと思って。でただ実はそれじゃなかったっていう可能性もあるので、ちょっとね、打ったから全部大丈夫ってわけにもいかないんですよね。医療機関の缶みたいな部分があるから。そう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 。そう、やるんだったら今です。11月入るともらっちゃうから。インフルエンザは毎年接種すれば抗体が残って1年効果あるみたいですよ。うん、会う人だろうけど、私は風邪もひかなくなりました。おお、すごい。何が流行るんだろう。ちなみにインフルエンザってね、多分ね、誰もかかったことがないですね。年ぐらい受けとくかな。一人ね、かかると全員かかりますからね、インフルエンザ。絶対熱とか風邪とか引けない人はやっといた方がいいですね。私はもう具合悪いのは嫌だ。そうそうそう、かかっても重症化しないので、しない、まあまあいろいろ賛否はありますが、
重症化がそんなにしないということなんで、やれるんだったら、ね、やった方がいいと思いますよ。でね、11月入ると、一斉にお子さん連れたお方たちが押し寄せるので、今のうち、受けた方がいいですよ。うちも、そうね、今週受けられれば受けたいね。って言ってて受けられないんじゃないかな。忘れてしまいそう。毎年忘れちゃうの。11月になったらいっぱい来ちゃうんで、今のうちね。そうそうそう。てかね、体が資本の人は受けといた方がいい。映らないんだったら、映らないっていうか重症化しないんだったらね、受けといた方がいいんで、うちも受けないとね、受けないね。一番受けなきゃいけないのはうちの旦那ちゃんなのね。旦那ちゃんとうちの息子ちゃんは受けといた方がいいね。海外行く人は他にもなんかいっぱい、打たなきゃいけないのね。特にちょっと高い系の地域に行く人、ホテルに缶詰されたりとかいう人いましたよね。で、新型インフルエンザでしたっけね。なんか食べようや。え、けどそんなところで何も食べられないね。感染した後だからだよ。あのね、
海外に行くときは破傷風と狂犬病は必須ですね。ねえ、そうですね。水疱瘡の潜伏期間っていうのがあるので、そのワクチン打ったのが遅かったのね。かわいらしい。またはW。うから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 来る。水疱瘡の潜伏期間が確かね10日本当にそのくらいなので、あの感染してからあの打っても意味がない、確かね、体の中にそういうのが入っちゃってるんで。シー、アスト、ワクチン打ってもすぐには効果出ませんよ。ダブリューシャープリモ、スタンプライブアット。ちゃんと定着というかしないとね。いけないからね。だから、姪っ子さんを預かった時にも感染しちゃってるんで、ほら、移りますわな。よくねあるのが、あの水疱瘡になって学校休みするじゃないですか。ね、学校休みするんですよ。眠いのか。はいよ。はいよ。はい。はい。もうネームネーム。早々離脱します。はい、またいらしてくださいませ。また明日もやりませ。おやすみなさーい。小さい時に水疱瘡やってなかったのかな、さゆまさん。浜のルッティ、アットマークアンゲルゲート。いや。お子様がいる人は詳しいな。だっていろいろそういう情報入ってきますからね。メイメイメイマックス。はい。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。またいらしてください。スタンプライブアット。いい夢見てくださいね。おはようさん。スタンプライブアット。寝る間、夜中に突然、かゆいと目が覚めた W みそじ。いやー。水疱瘡だった W シャープリも、スタンプライブアット。そうで、あのね、お子さんの場合、そう、さっきあの、本当はね、家から出しちゃいけないんです。子供を、水疱瘡に使ったところ。また人にこう感染力強いんで、水疱瘡は。だからね、本当は預けちゃいけないんですよ。家庭内でね、なんとかしなくちゃいけないんで。けど、あのね、学校はね、学校とか幼稚園は何日間来ちゃいけませんとかあるんですけど、やっぱね、家庭のご事情により。あと119便、インフル予防、ワクチン供給遅れの懸念。シャープ、イモ、スタンプライブアット。毎年これは言われてるね。シー、アスト、電波とはフルクじゃなくて電報かも。シャープ、イモ、スタンプライブアット。そうで、あのご家庭の事情もあると思うんですけど、お買い物とかね、一人で置いていけないって言って連れてっちゃう人いるんですけど、そうするとね、まだ、ちっちゃい子とかにぶつっちゃって、できれば、本当にお家の中で、安静、公園に連れてったりするのダメ。なんですか？退屈なお。しりとりでもしとくか？退屈なお。
彼女は今運転中なんですね。彼女に話しかけられたら怒られるのかな。結構いるんだよね、お買い物とかにね、ブツブツできたままの子連れてくる人。熱がね下がってブツブツ出てるんだけど、元気あるからって言ってお買い物いくらいいだろうって言って出しちゃうと、もう周りの人にちゃんとっていうこんなことがあるので、ダメなんですよね。シャープイモスタンプライブアート、彼女に怒られるのね。話しかけられたね。よいしょ、にゃんができたよ。よし、大丈夫かな。ちょっとじゃあ押してみようかね。しなくちゃいけないかな。ちょっとこれスタンプしたいんだけど、スタンプ押すのがないので、今とりあえずの紙にスタンプしますね。どこ行っちゃった、ここにあった、これでいい。いや、押してみこさん、むこさん、アウト119B、ね、マンハッタン、今日の夜食、え、シャープ、マンハッタン、今日の夜食、何何、ね、大丈夫かな。ちょっとスタンプしてみますね。もしかしたらきちっと出ないので、ちょこっとこ訂正したりするかもしれない。何これ知らない、これマンハッタンって何。って何ですか。宇宙プロジェクト、そろそろ重装船に使ってきます。あ、いってらっしゃい。シャープイモスタンプライブアット、ヤスヒドくん、ニャンニャンからのニャンニャン、シャープイモ重装船スタンプライブアット、重装入れたのかしら。ママのキュッキ、温まるんだよね。アートマークネイルを8、カオリーだと残るのはきついですね。アンド GT、え、私も残ってますよ。シャープ、イモ、スタンプライブアート、ね、痒いから書いちゃって潰れちゃうじゃないですか。そうすると後残っちゃうんだよね。私も残ってます、うん、いまいちよくわからないので、少しちょっと訂正しましょうかね。目の位置もね、ちょっとはっきりしませんね。もう少しちょっと修正します。
ほい。クラップ。クラップまだ。クラップ。まだ。シャープ、イモ、スタンプライブ。修正が入ります。ボナ7291。素敵。出来上がり。目の位置がね、ちょっとわからないので、少し修正します。うちのプッペさんは絵にならないので、そうね、絵になりそうな鳥さんって言ったら何かな。顔がね、怖いね。なんかさ、キバタンとかさ、あの辺だったら絵になるんだけど、プッペ様、ちょっと、マイナーすぎてた。はい、で、少しまだちょっと時間があるのでですね、ちっちゃいのだけ少し掘りますね。でね、昨日ちょこっと掘ってたもんね。猫さんできましたね。マジで？そんなに？そんなにいっぱい？マジで？そんなにですか？じゃあヤフーのニュースとかに載るんじゃないの？しました。ネロエリト55台シャープイモスタンプライブアット55台ってすごくない？ボナ7211ア
ットマークやすひとくるなんですって。シャープイモスタンプライブアット。猫さんこんな感じね。もう一回やり直して。まあまあ見えるね、それなりに猫さんね。はい。って感じよね。ヤフーのニュースとかに載ってない？自己情報とかね。50はないってよっぽどじゃない？こうした車は55台でしたよ。5台じゃなくて、まあ出てないですね。検索すれば出てくるのかな。現在昔からシェアペンとかもありましたよね。ティチュープロジェクト。今画面に映ってるスタンプのやら、昔テレビでよく見た。しばらくお待ちくださいに似てるとふと思った。シャープイモスタンプライブアット。お待ちくださいに見える？よくあの私がちっちゃいの撮ってるあれですよ。これのね C かな。これ濡れちゃいましたね。めちゃった分今掘ってます。昨日ねちょこちょこっと掘ってて、あと剥がしだけが終わってないので話をしますね。これ安く出したので、ヘロイと岡山で買ったきびだんご食なねえ。シャープにもスタンプライブアット皆さん、自転車は原則車道、警察庁が通達しましたよ。ヤフーのニュースです。というかそれ普通じゃね。
昔からシャドウって言われてませんでしたっけ？っていうか車両じゃなかったっけ、自転車って。自転車にブレーキついてないとかも勝手に走ってるからね。最近しばらくお待ちください。見ないね、そういえば。このしばらくお待ちくださいのこの画像って NHK かな。それスタンプライブアット。小学校の頃から自転車は車両ですって言われて習いましたよ。あの右に曲がるときは右手をどうのことか、あの曲げてどうのとかってあるじゃないですか、自転車の曲がるときの。あれやったら逆に事故ると思うんですけど、手放し運転やめなさいっていうふうに言われてて、あれ手放しだよね、手信号です。アウト119B、突っ込んじゃいますか、追突事故偽装し保険金詐取。え、シャープイボスタンプライブアット。突っ込んじゃいますか、突っ込んじゃいかんよ、そんな保険金を取るために突っ込んじゃうんですか。何ごさんに頼むかな。手信号って自転車の手信号あるじゃないですか。あんなやってる人って見たことあんまりないんだけど、昔の方がおじちゃんとかやってたけど。アスト、アットマークよく自転車通行禁止のとこやったんじゃない。そうか。シャープイボスタンプライブアット。手信号は OK で、けど自転車の手放し運転は禁止でしょ。どっちを取ればいいの。すごい基本的なことなんだけど、タイヤが細いからね。あ、段差があるだけでもダメなの。ライバー、アスト、アットマーク、チー、アスト、普通の道やし、何も看板なかったよ。うん。通学路でもあるし、シャープ、イモ、スタンプライブアット。多分ね、警察のおじちゃんのね、認識不足だと思うな。
意外とあるのよね、警察の人の勘違いっていうのは。ホラー7211、ロードダンダ乗ってるけどタイヤは5本ぐらい買えますね。半年に1回、シャープ芋スタンプライムアットでしょ。タイヤがあれはなんかちょっと段差しただけでもフレームおかしくなってる。アットマークチーアスト、桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたきびだんご私も欲しい。シャープ芋スタンプライブアット、きびだんごって食べたことないわ。チーアスト、アットマークよくそりゃかわいいよくちゃんに声をかけたかったんだよ。 W そうだそうだ、スタンプライブアット。でもね、新手のナンパです。あれですもんね、あの自転車は車両なので飲酒運転捕まりますからね。うちの旦那ちゃんはね、一人者の時はね、何回となくね、自転車止められて紹介されたりしてたらしいですよ。W シャープリもスタンプライブアット、よくダイバーアスト、歩道を歩いて帰ることもあったけれど茂みが道路の壁になっててね、演出者につけられたこともあったな。私の前から歩いてきたおっちゃんが後ろついてきてたから、下半身パンツだけやった。 W シャープリもスタンプライブアット。じゃあいろんな人いますよね。今もいるんだけど、あのうちのね、息子ちゃんのね、学校の隣に中学校があるんですが、コート着たおじちゃんが露出していったらしいですよ、校庭に入って去年ですけど。はいよ、フリーハンドの彫刻で非常に良い。シャープ芋スタンプライブアット。サンキューネベー。猫さん待っちゃって、ヘロヘロと通学路で女子高校とだけの人いたが、立ち止まってジロジロを見たら消えた。 W シャープリもスタンプライブアット。小学校の時ね、車が止まっていってなりますよね。500メートルくらいをものすごい速足で降り立った W。 やっと茂みがなくなったところで後ろを確認したら、おっちゃんを諦めて元の道戻っていってた。 W シャープリもスタンプライブアット。 G アストアットマークリも、これを増加すると漫画になっちゃうかな。シャープリもスタンプライブアット。これを図案化すると漫画になっちゃうかな。アウト119便、子供の頃2人乗り自転車で覆面パトカーに注意され経験があります。シャープ2人乗りは違反ですからね。キーボードでだけど今のところ基本は剥がしたいだけのようです。かわいいね、かわいい。ああ、漫画になっちゃうかもしれないね。てかこれそうですね、私がやるとするとこのまま写真っぽくなっちゃうんだけど、浜野ルッキー
の敷地内だったら OK なんじゃない？ YOC さんに絵描いてもらえば、こんばんは、可愛くできそう。パパラッパパが頭から離れない、シャープイモパラッパンプライブアット、あーパパッチンとかにやってきたのかな。ヘッドヘッドアットマークアウト 119B、 こんばんは、こんばんは、シャープイモスタンプライブアット、こんばんは。シーンアスト、じゃあ一度ドフタンに描いてもらうか。シャープイモスタンプライブアット、すっげえ呪われそうだけど大丈夫？アスト、アットマーク、ジーン、アスト後ろ姿しか見てないのに W、 どうでも良いことばかり直出された。シャープ、イモ、スタンプライブアット。小学生の時にあれですよ、車にね、乗ってる人がいて、で前にこう、ちょうどこう、なんだよ、路地から出てくるところで、私たち通学帰るとこだったんですけど、二人でお友達でね、そしたらね、その車がなかなか前に出てくれないんで待ってたんですよ。そしたらね、ちょっと覗いたらね、下半身裸だったですね。イエーって言ってみんなで二人でね、ダッシュで帰りましたけどね。何考えてんでしょうね。そういう露出する人ってそんなにね誇れるものじゃなかったりとかするのよね。今考えると、今思い出してみるとね、電車とかでもそういう人に会ったことありますけど、さっきの鳥さん綺麗で可愛いな。ただやく酔っ払って馬の手線の窓ガラス割ったら捕まった。それは捕まる。覚えてないし。それは捕まる。スタンプライブアット。シーアスト。しかしそんなに変質者多いもんなんか。もういるよ。まずいった。見てても変なのおるしな。W シャープにも。結構いますよ。でも今ね、男の子でも安心して遊ばせられなかったりとかするので。私はね、女の子は気をつけましょうだったんですけど、男の子も気をつけましょうなんですよね。スタンプライブアット、水道橋のダイバーアスト、何代ネマの頃は誘拐未遂もあったよ。シュイーン、つい最近まで夜道が怖かったけれどやっと慣れてきた。シャープにもスタンプライブアット、一人で書いちゃいかんよ、わいおしいさん。そういう人は。
一度空港バーリーね。シャープイボスタンプライブアットよいしょ。私だってあれですもん、夜道帰ってくる時とかにね、後ろから羽交い締めされたりとかすることもあったからね。あと、そうだから、某、水道橋から、神保町のまっすぐ行く道の、某県国館っていうところの、道のすぐ目の前のところで、そこの多分学生であろう人に思いっきりすれ違いざまに胸を掴まれたことがありますね。アットマークにも久しぶりにウォーキンなんかは？ウォーキンいいね。スタンプライブアット。ウォーキン類放りましょうかじゃあ。浜のルッキー。メンフクロウとか。一緒に女の子と営業外回りしてた時、女の子がホスト風の集団に家に押し込まれたのを助けに行ったことがある。スタンプライブアット犯罪やんけな。寝る間と子供の頃知らん人に焼肉連れてってあげようかとか連れて行かれそうになったことあった、今忙しいって断った。忙しいって忙しい、そんなもう金いいっすね。19B 条例や法の解釈で異なる場合タンデム自転車超原本、そういえば以前いたスタンプライブアット。あ、かわいい、かわいい、超原本かわいい、超原本自転車。お、これは何なんだ。危ない。私某学館のところの前でその状況にあったときは、後ろから蹴り入れてやりましたけどね。そいつに蹴りじゃなかったかな。グーで殴ったんだったっけな。道のど真ん中で手に何しやがるんだっていう話をしましたけどね。そいつは逃げていきましたね。会社に行く前にそんなことがありまして、道上のど真ん中でね、ただ館内のサウナで寝てたらやたら優しいおじさんに触られた。にゃん。スタンプライブアットヘッドヘッドバニラビンゴさん、シャープイモスタンプライブアット、何ファンファンなんだ、ユーストシュごめん、なんだっていろんな怖い夢に合ってますね。シャープイモスタンプライブアット、おい浜のルッキーバンダムか W アットマークシャープイモスタンプライブアットチェリー入れとったよ。よくダイバーアスト、相手が驚くくらい強くないとダメよね、うん、何もしないと気持ち悪いだけぞ。そうシャープそうだなと思って、もしあれだったら警察行くか言うたやったけどな私。アスト、酒がおるの USD だよ。
ャープイモスタンプライブアット。やすきとくん、おやすみなさい。はい、シャープイモスタンプライブアット。スキカオルの USD だよ。あー、シュガルのね。了解しました。うん、うささんね。さいさん。もう、モンママのところはね、ユーストをやってる人たち多いんでね。無駄に声が大きいわけではないので、そして私の声は思いっきり通る声なので、ちょっと騒いでれば周りが気がつくという特技がありますね。私、瞬間湯沸かし器さんなので、新婚旅行の時の帰りとかにも、飛行機で前の席のやつが、まあ、ちょっと、椅子がね、倒れた状態になってて、もう出発するよっていう時に直さなかったんで、後ろからその席を、とりあえずぶん殴っといたっていうのもありましたけどね。じゃあ言うてるの、ただでさえこの辺で狭いんじゃっていうことで。膝蹴り加えといたけどね、その時はね、私身長低いんでね、後ろから背中を蹴り飛ばしましたね。そのまま別に、だって警察に連れてかれたとしても私は悪くないですね。胸を掴んできた相手が悪いんですか。喋ってるから。アウト119B。偽札使用の疑い。制裁の。
の小学校教諭をペンを、最近良いですね。シャープ芋、ね、スタンプライブアート、スケジュープロジェクト、腕をつかんだ、立派な痴漢ですね。 W シャープ芋スタンプライブアート。だから別にそれで警察に引っ張られようが私は悪くないので、相手も多分それで連れていかれたとしたらとっても向こうが悪いことになるので、私そういう時は容赦がないです。そして血気盛んな20代前半でしたからね。そして飛行機の時に座席を殴ったのは20代後半ですからね。血気盛んな20代。もう最近はそんなことしませんよ。胸ぐらをつかむ、胸をつかむ、シャープ芋スタンプライブアート。胸ぐらつかんだわけじゃないからね。手を触られてイライラし思い切りビンタしたのうちの母です。そのくらい言っておきましょう。よくダイバーアスト、強い女性に憧れる、シャープ疑問スタンプライブアット。強い女性に憧れるかい。でね、これで損することいっぱいありますけどね。この可愛い女の子にはなれませんね。スケジュープロジェクト、強さっていろいろあると思いますよ。そうそう、シャープ芋スタンプライブアット、こんな強さなんですね。暴力型以外にも強さっていうのがあるので、私の方法がいいとは限らないんですよ。マジでね、格闘技になろうかなと思ったことあるもの。昔の私たちの時代よりもそういうの。浜のツッキイモさん見た目は可愛いだがね。え、シャープイモスタンプライブアット。変
出しある情報って本当にいっぱい来るんで、怖いですね。うちまだ、学校から近いのでいいんですけど、ちょっと遠い子とかは怖いよね。ね、公園とかでね、いきなりね、子供を殴ったりする人とかもいるんですよ。情報とかね、流れてきますからね。よっ、皆さんも気をつけてくださいね。どんな人がいるか分かんないからね。大人、男の人でもね、いろんなそういうの巻き込まれることがあるので、西武線でもそういう事件ありましたからね。ちょっとじゃあスタートしましょうか。強さだったりしますよ、そういうことを。うん、いちいち気にしないとかね。はい、2時過ぎましたね。明日もね、ホリホリします。明日何でしようかな。一眼レフを取るかな。一眼レフを取っていいかな。そうだね、まだまだ続く。今日はこれと、これはね、途中からでしたね、こしとしました。これ逆逆逆、こっちこっち。明日もホリホリしますので、よろしくお願いします。 YOG 団は全然大丈夫。え、王子に王子にはめちゃめちゃ弱い。私だって可愛いもん。王子スタンプライブアット、私ポッペ様にはメロメロですからね。うちの渡り川に対しては厳しいですけどね。さて2時回りました。私はこれからお酒飲む。昨日飲めなかったんでね。パイレーツ・オブ・カリビアンのジョニー・デップそっくりな人まだいるの。セーブさん、あー、あとマーク・アンゲル・ゲート・パイレーツ・オブ・カリビアンのジョニー・デップそっくりな人まだいるの。なんかわかんない。どうだろう。ちょうどうちね、旦那ちゃんがこの間遭遇したキリじゃないかな。あとマークにもクラップ、クラップ8888スタンプスシャープリモスタンプライブアット、パイレーツオブカリビアンの人はメトルファイヤーチューハイ、そうそうチューハイ、シャープリモスタンプライブアット、パイレーツオブカリビアンの人は本当にあの格好してたらしいっすよ。で、けどね、この間、あ、春かな、デザインフェスタギャラリー原宿でもパイレーツオブカリビアンの格好してる人来ましたね。まんまでしたけど、同じ人かなとか言ってたんですけど、もしかしたら同じかもしれない。ジョニーディップみたいな人来てますよ。本当にあのメイクして上とかね。あと本人さんだ と、モンキーパンチさんは、たまに、所沢にいますね。所沢の駅ね。
恵比寿さんもいますね。あとね、超ミニスカートのおじさんもいる。旦那ちゃんが目撃して写真送ってこいって言ったらやめてくれって言われた。トヨタカローラのアプリに住んでるらしいけど、え、そうなの？スタンプライブアット、え、本当にその人は、そう、え、その人見たことあるんですか？浜野さん見たことあるの？誰かから聞いたのかな？トヨタカローラのあたりに住んでるの？マジで？なんかね、所沢の駅のあのところでホームで見たって言ってましたよ。ジョニー・デップ、すっごいそっくりって言ってました。アニマルくん、88,888、おつもり、おつもり、シャープ、イモ、スタンプライブアット、アウト 119B、 一眼レフフカメラ、シャープリボスタンプライブアット、たたやく雪光の水田スパローか、なに、シャープ水田スパローって何？ちょっと見てみる。すっごいそっくりだったんだけど、あのデザインフェスタギャラリー原宿で見た人、今年の春かな。いや、この人じゃない。この人じゃない。こんなね、ぬるい顔じゃない。こんなぬるくないよ。浜のルッキー本人に激似だよね。そうそう、キモさんの近所の奥様たちが言ってた。マジで？こっちやね。そうなの？じゃあそうなんだ。本人に激似。そうなんだ。すごい似てる人が、私が見た人はデザインフェスタギャラリーだったんですけど、うちの旦那ちゃんは所沢の駅ね。多分同じ人なんだな。激似な。もうだってパーツっていうか、あの顔のパーツもそうなんだけど、あの服装も全部ね、すごいんだって。まあね、あのいろんなところに行けばいろんな人に会えるんですよね。アスト、アットマークタタヤからまた戻ってきたの？ロケミツ1年くらい見てないので知らんかった。 W シャープリボスタンプライブアット。そうなのね、よくわからないんですけど、すごいね、目鼻立ちがね、はっきりした人ですね。私が見たことある人ね。うちの多分旦那ちゃんもそういう感じの人だったと思うんで。見たのがね。それでは皆さん、明日はね、また11時ごろまたホリホリしまーすね。寒くなりますけど、皆さん偽ジャックアットマークタトシヤコ公認かと思うくらい似てます。シャープリモスタンプライブアット、そうそうそう、本人によく似てる人ね。アウト 119B 偽ジャック動画参考とか。シャープリモスタンプライブアット、おい08、うちの彼氏はマークハート W シャープリモスタンプライブアット、うちの旦那ちゃんはランケンシュタインです。お先にお休みいたします。はい、おやすみなさい。シャープリモスタンプライブアット、私ももう終わりにしますよ。おやすみみ、はい、おやすみ、シャープリモスタンプライブアット、はい、おやすみ、明日またやります。オーダー7211、お疲れ様、また明日楽しみにしています。はいはい、シャープリモスタンプライブアット、お疲れ様です。風に風邪ひかないようにね。おやすみ。は
はい、皆さんおやすみなさい。なんか冷えてきた。そう、今日寒くなりますから。スタンプライブアット。皆さん、あの風邪気をつけてくださいね。もうまあまあまあ、もうすごい勢いで風邪ひいてましたけどね。はい。さあ、これから私はチューハイ。では、おやすみなさーい。バイバーイ。